ホッチ先生。皆さんもご存知かもしれませんが、徳川家康はとてもすごい武将です。というのは、事実上の天下統一を果たしたわけですが、様々なことをしています。特にすごいと言われるのが、貨幣制度の整備に着手したことなのです。支配で大切なのは経済をつかむことと言われていまして、今回はその重要性を小辻先生に聞きたいと思います。家康が行った貨幣制度の整備という点で、何か特殊な点があるのですか？そうですね、一口に言うと参加制度というものですね。ほう、それは一体どのようなものなんですか？参加制度の参加っていうのは金貨銀貨銅貨のことです。はい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 。でその金貨は例えば1両という単位を使います。それから銀貨は文目という単位を使います。それから銅貨に関しては1文2文っていうような文っていう単位を使いますね。なるほど。この3本立てで貨幣が使われているわけですね。これは一口に言うと、一国の中でドルと円と元が一緒くたに使われているというようなことと同じようなことですね。ほんまですか？それはすごいですね。オリンピックみたいなものじゃないですかね。まあ、よその国でしてました、うん、そんなこと。いや、これはね、おそらく日本の江戸時代だけのことだと思いますけどね。なぜそんなややこしいことになってしまったんですか？それはね、もともと上方では銀が主に使われてて、関東の方では金が使われた。上方では、まあ、銀山がたくさんあって、多田銀山ですとか、石見銀山とか有名ですね、はいはいはい。それから関東の方では陸奥の奥州の義経がの時代に金売吉次がこっち京都まで金を運んできたとかいう話がありますね。まあ、欧州といえば金の産地ですからね。そう、一番最初のね、それから、藤原氏のイメージです、うん、日本で最初に金が発見されたのも欧州ですわね。なるほど。であとは、まあ、武田信玄のとこの甲州には金山がたくさんありましたね。家康、うん、って、うん、武田家の影響を結構受けてますよね。家康はね、もう武田信玄をものすごく尊敬してるんですね、政策的には。ですから武田信玄の制度をいろいろ取り入れてると思います。すごいことですね。うん、もともとね、金、銀、銅がそれぞれ金か銀か銅かが、貨幣として信頼を得ているのは、その貨幣への金属の地金の、本来持っている価値によって貨幣というものは信頼を得ているわけですね。なるほど、うん、ですからその金銀銅がそれぞれの需要のバランスが崩れたら値段は変動するわけですね、はい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 。だからなかなか金と銀と銅を固定したレートで固定していれば別に、さっき言ったように元円ドルと3本立てということじゃなし、1本立てでいいわけですよね、はいはいはい、考えとしては、はい。ところが、そういうことはありえないわけですね、すね、元がそういうことやから。まあ、わかりました。すなわちですね、うん、皆さんもそう思うんですけども、うん、ドルと円と元の価値なんて瞬時に判別することはできませんよね。うん。それから、当然、江戸時代でも、その相場というのは、よっぽどの専門家しか、今、金がなんぼしてて、銀がなんぼしててっていうのは、わからないわけですよね。なぜそんなややこしいことになったんですか？うん、でこれはね、もともと家康っていう人がね、この家康の政策っていうのが俗にお庄屋仕立ていて、庄屋さんの制度みたいにね、家康のね政策っていうのは俗にお庄屋仕立て、お庄屋というのは庄屋さんの庄屋ですね。お庄屋仕立てというふうに言われているようにね、元の習慣、一遍まあ、村でまあ取り決めたことは、もうそれは取り消さずに、次々と新しいのをその上へ積んでいくというようなね、そういうやり方なんですね。そういう政策を取ってるんです。あ、なるほど。わかりました、うん。ありがとうございます。なんかそう考えたら、家康が武田家の赤備えや北条家の政治システムを取り入れたというのも納得できる話ですよね。うん、次回はそれをさらに上行って、金か銀か銅かの話について紹介したいと思います、うん。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。私もこうする。
小槌先生、これって一体何なんです？さあ、何でしょうね。みんなで考えてください。次回の、皆さんの答えを楽しみにしてます。ちょっとだけ開けてもらえません？中を。ちらっと。おお、これ何なんですかね。次回か次のあたりで取り上げようと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、皆さん、またね。はい。